めっちゃ過激なことしました。ゲロ焼いて食ってたりとか、おしっこ飲んだりとか、生きたゴキブリ300匹食ってたんですよ。生きたゴキブリ300匹とか、やっぱ食べて、あれさ、なんで最初はさ、売れるの？俺はもともとさ、ナチュラルボーンユーチューバーとかじゃないからさ、売れたきっかけみたいなんですか、僕は。そうそうそう、めっちゃ過激なことしました。最初めちゃくちゃコンプライアンス緩かったんで、ゲロ焼いて食ってたりとか、おしっこ飲んだりとか、生きたゴキブリ300匹とか食ってたんですよ。生きたゴキブリ300匹とか、やっぱ食べて、で曲も出してたんですよ、でもう炎上目的だったんで、もう本当にやり捨てっぽいみたいな曲出してて、女をやり捨てるぜみたいな、まあ炎上するじゃないですか、で知名度を得ていて、だからイメージ最初めちゃくちゃ悪かったんですよ。けど知名度がガーいって、コンプライアンスがだんだんこう厳しくなると同時に、過激の内容もちょっと変えていって、で結局お客さん呼びたかった、あのアーティストで売れるのが一番いいなと思ってたんで、男しか集まらないですよ、やり捨てっぽいみたいな曲歌っても、男は好きじゃないですか、でも女はそういう曲嫌いじゃないですか、だから途中からしれっと女の子が見るようなコンテンツちょっとずつ変えていったんですよ。その男はライブに来ないじゃないですか。まあ来ないんだよね、はい、YouTube 見てるのは僕たち7割男なんですよ。18歳以上がめっちゃ多いんですけど、まあ過激なこととか汚いこととか言っちゃうんですけど、でもライブに来るのはやっぱ8割女の子なんですよ。だからやっぱ女の子に受けないとライブは埋まんないなと思って。ライブは本当にそう、確かに女子が来る。だからやっぱ悪名は無名に勝るじゃないけど、最初はそうだよね。そうです、完全に。ホエモンさん結構影響を受けて上京したんですよ。僕地元福岡なんですよ。あ、そうなの。福岡の高校行ってる時に。だから福岡ドームでやった。あ、そうですそうですそうです。福岡の高校の時になんかでっかくなりてえわみたいな。どこの高校だった？星稜高校とかなんですよ。分かんない。なんかあの西区の方です。中学校とか稽古中って言ってた、あの天神の。あ、稽古。はい。はははそうですそうです。いいとこで。生まれたのは柏です。柏市会。柏市会の近くです。そのもう友達がめちゃくちゃホリエモンさん好きで、毎日ホリエモンさんの話聞かされて、僕は本とかあんまり読まないタイプだったんですけど、本読んだの一生懸命伝えてくれるんですよ。なるほど。そんなすげえな、あの人みたいな。それで来たんだ。そうです、上京しました。だから最初社長になろうと思ってたんですよ。なるほど、だから DJ 社長なの。そうですそうです。で会社を起こして、だからイベントやってたんですよ。面白いよね。チケットパーケンとかそういう時代だったんで、渋谷とかでずっとイベントバーってやってて、でちょうどその時与沢翼さんがあのちょうど全盛期だった時あるじゃないですか、あの、ブランディングみたいな、で SNS の使い方だけめっちゃえぐいじゃないですか、やっぱ走りじゃないですか、要は。あの時って YouTuber もいなければ、インフルエンサーっていう単語もなくて、初めてなんか Facebook 使って、自分をブランディングした人だなと思ってて、そこからこう学ぶだけ学んで。いや、だからうまいことやってるよなと思って、俺はほら、もともと SNS の人じゃないからさ、逆に皆さんから、どうやったらやれんだろうみたいな。めちゃめちゃ向いてますね。ちょっと遅いんだよね。遅いぐらいがいいんだろうけど。もう何かあったらすぐ脳編集でバーンって出すじゃないですか、あの、あれは他の人にはできない。あれめちゃくちゃいいと思います。あの立ち位置マジでもう瞬発力がいるんで、はい、もうちょっとだからみんなが知りたいネタとかに寄せられたらいいのかなとは思うけどね、はいはい、か切り抜きとかもっと力入れたらえぐい。あ、切り抜きはだから3ヶ月ぐらい前から相当力を入れてやり始めたら、もうだから YouTube の広告収入の 20% ぐらい切り抜きになってて、初月がね、はいはいはい、だ多分もっと増えていくと思うけど、切り抜きさんすごいよね。すごいっす。切り抜きさん効果で、はい、俺 TikTok でめちゃくちゃ回るようになった。はい、あ、僕も見ますもん。そう。流れてきます。そう。切り抜きさんが、YouTube で切り抜きの広告を売りたいから、すごいショート動画を量産して、TikTok とかにも相当流してるわけ。はいはい。で、続きは YouTube でみたいな感じに流れてるから、すっごい回ってるらしくて、切り抜きは良かった。そのうち TikTok の収益が始まるんですよ。半年後ぐらい。だから、切り抜きも TikTok だけで完結できたら、みんな、上げ出すじゃないですか。でやっぱ数の時代なんで今、そう、質より数なんで。あ、でそのさっきの秋元さんの話に戻ると、はいはい、ピカソがなんで偉大な画家になったのか分かるかと。ピカソだけ作品点数が2桁違うと、1万6000点とか書いてる。普通の画家さんって多分数百点ぐらいしか書いてないんだけど、そうですね、価値減らさないようにみたいな、みたいにみんな言うんだけど、はいはい、秋元さんの曲もそうなんだけど、秋元さんを揶揄する人は必ず言うのは、あいつは打率悪いからなみたいな、秋元は打率悪いからとか言うんだけど、やっぱ打数打たないとホームラン出ないのよ、一発屋で一発は出るんだけど、はいはい、何発も出すじゃん。もう秋元さんってえぐいぐらいヒット曲出してるから、はいはいはい、あれはもうやっぱりもう数打ちゃ当たるだって、なんだってやっぱり。だからその通りだなと思ったし、もう秋元さんってもともと作詞家じゃん。
で作詞の方がやっぱり作曲より時短でできるじゃない、はい、で今さっきも言った通りトラックメーカーが、まあ、秋元さんのところとかは SNS 時代になる前からトラックメーカーがもう秋元さん使ってほしいから、はい、もう使ってください使ってくださいって来るわけじゃない、だそれですごい未だにだからヒット曲が定期的に出るよねあの人は。はいはいはい、うん、僕たちも米津とかの曲全部知らないし嵐の曲でもだからやっぱもう大量に出してなんぼだなと思うか、だからロングテールだから売れるものはとにかくドカーンって売れるんで、はいはい、ファンの人たちはみんな聞きたいじゃん。はいはい、っていうか以降お願いしたいことがありました、はいはいはい、曲作っていいですか。いいよ、一緒に歌いません。歌いましょう。歌わせてください、むしろ。あ、本当ですか。え、いや僕はどっちかっていうとこういう曲は作りたいみたいなのがあって、はいはいはい、なんかやっぱりこう人々の行動とか変えるような歌を作りたいわけですよ。ノートヤモンとか、まあ、そういうのとかと同じような曲を作りたくて、はいはいはい、メッセージ性めちゃめちゃ強いですよね。もうメッセージ性しかないみたいな、はいはいはい、もう恋愛ソングとかはもう任せた、書く人いっぱいいるんで、はいはい、恋愛ソングとかここで恋愛ソングできたらお前だってそれはないだろみたいな、一夫多妻みたいな曲出しますよ、一夫多妻みたいな曲とかだとしたら、だからインドネシアいいじゃんね、はい、インドネシア一夫多妻だから、ね、あ、そう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 、デヴィ夫人だからね、はいはい、あれだって3番目かな、デビスからの3年、はい、この間ニセコでなんか偶然あったよ、なんかスキー場のゴンドラをこうやって降りたら待ってたわよ、そのインストラクターさんが俺のこと知ってたらしくて、俺もさん来てるらしいですよって言ったら、じゃあ待つわ、そこで待ってて、もちろんテレビ番組とかで何回も待ってるから、はい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 、すごくない、だってスキー場でさ、はい、あの人が待ってるの、ね、待ってたわよでもさ、ウケるよねあの人、すごいよ、その日なんかうちのなんか仲間たちのパーティーみたいなの来たけど、はい、大人気、みんな会いたいと、インドネシアとか行ったらもう大ヒーローですよさらに、はい、でもさ、ほんとインドネシア行きたかったの、久しぶりに和牛持ってきましょう、あ、いいっすね、和牛めちゃくちゃウケてますから、うん、だから和牛持ってって、はい、和牛のイベントやればいいんですよ、めちゃくちゃ集まります、そう、なんかドーム埋める映像が何がすごいかって、インドネシア一のアーティストもインドネシアのドーム埋めないんですよ、埋めれないんですよ、なんでかってチケット代が高いからですよ、だからジャスティン・ビーバーとか来た時だけドーム埋まるんですよ、けどインドネシアのアーティストはドーム埋めれないんですよ、祭りは好きなんですよ、花火大会とかやったらえぐい量集まるんですよ、あのデモ起こそうぜとかも、うん、宗教系のなんか集まりとかも全部えぐい量集まるんですけど、うん、ただだからなんですよそれって、だから僕ドームでやるよって言ってただって言ってドーム代払えば、インドネシア人も埋めてないけどドーム埋めちゃったみたいになるんですよ、まあ、ある程度見たいと思われてたらそれ僕たちは、ただだったら行くっていう人がめっちゃいるんで、なるほどね、それで最初売っちゃえばもう伝説になるじゃないですか、ドーム埋めちゃったみたいな、で次からちょっとずつ価格上げていけばいいですよ、あだって思ってます、ドーム借りにいくらぐらいするんだろう、インドネシアの価格だったら多分安いと思います、日本のやっぱ5分の1ぐらい、だから東京ドームとか結構すごい、東京ドームだったらやっぱ何億コースだと思うんですけど、多分2、3000万コースだと思うんですよ、インドネシアだったら、やりましょう。